HGST, HGST, HGST は、ウェスタンデジタル、ウェスタンデジタルコーポレーション参加のハードディスクドライブや、ストレージ製品のメーカーである。かつては、日立製作所参加の企業で、社名は、日立グローバルストレージテクノロジーズ、日立グローバルストレージテクノロジーズ、インクであったが、2012年5月にウェスタンデジタルの参加となってからは、 同社の略称であった HGST を正式な社名として変更された。アメリカ合衆国カリフォルニア州サンノゼに本社機能を担う本部を構える。日本法人は株式会社 HGST ジャパン、HGST ジャパン、LTD で神奈川県藤沢市に拠点を置く。かつての日立製作所ストレージ事業部内の HDD 部門を 会社分割法の適用により分離独立させた後、日立製作所が2002年に米 IBM から買収した HDD 事業に統合の上、2002年12月に発足した会社である。発足時の称号は、ストレージテクノロジー株式会社で2003年1月1日に称号変更を行い、株式会社日立グローバルストレージテクノロジーズ、 日立 GST となった。発足当初の出資比率は、日立から70%、IBM から30%であったが、2005年末に IBM の資本が抜け日立製作所のグループ会社となった日立製作所が出資していたのは、直下に置かれた日立 GST の持ち株社、非常場であったため、厳密には日立製作所から見て、孫会社に当たる。そして、 会社発足から9年余り経った2012年3月8日、日立 GST は、米ウェスタンデジタルへ売却され、その完全子会社となった、後日。なおウェスタンデジタル自身も、旧来のウェスタンデジタル並びに、WD のブランドを冠した、HDD 製品を扱う、同社100%出資の WD テクノロジーズを、新たに設立し、HGST との2ブランド体制で引き続き製品。 供給を行っている。会社発足後、数年間にわたり、巨額の赤字を計上し続け、2007年12月30日には、小型 HDD の製造から撤退などの経営改善を行った結果、2008年3月27日に、日立製作所の古川社長、当時は、産経新聞インタビューで、HDD 事業の黒字化の目処が立ったとし、事業売却や、 出資受け入れの必要はなく、単体での存続が可能となったとの見通しを示した。2008年4月17日、再建中の HDD 事業に関する説明会を開催、再建の現状と今後の見通しを明らかにした。中西博明、取締役兼 CEO、当時、現、日立製作所取締役会長兼執行役は、冒頭、昨年夏頃から、 事業売却の噂があった。しかし、日立製作所と話し合った結果、我々は自力で経営を立て直すことを決定したと宣言。自力での再建を継続する意向を示した。その後、2008年内に営業黒字を達成。その後も好調が続き日立製作所の連結決算にも大いに貢献したことから、2010年11月2日に日立製作所は、 日立 GST のナスダック上場準備を行っていることを表した。記者会見の席上で、三好副社長は、日立 GST の業績が改善したことや、大規模な投資が必要なことが上場の背景にある。経営スピード向上のためにも株式公開が必要と判断したと説明し。しかし、一転して2011年3月7日、日立製作所は、 同社100%出資のビバティテクノロジーズ LTD の全株式をウェスタンデジタル、ウェスタンデジタルアイルランド LTD へ現金35億ドル及びウェスタンデジタル株に500万株、7億5、0ドル相当で売却し、ウェスタンデジタルの完全子会社とすることで合意、正式契約を締結したと発表した。ウェスタンデジタルが 日立 GST を統合した後は、日立製作所から、ウェスタンデジタルへ2名が、取締役として就任し、また、日立 GST の、現社長県最高経営責任者、プレジデント &CEO のスティーブ・ミリガンは、社長、プレジデントとして、ウェスタンデジタルの経営陣に加わり、ウェスタンデジタルの、現社長県最高経営責任者のジョンカイコインは、 最高経営責任者とて就任し続ける。さらに発行済み株式総数の10%程度を保有することにより日立製作所がウェスタンデジタルの筆頭株主となる予定。なお、この買収行為によって日立 g s t がウェスタンデジタルより取得した h d d 用円盤機材製造拠点は再びウェスタンデジタルに帰属することとなった。ウェスタンデジタルは過去に IBM に対し、一時的に技術支援を受けていたことがあり、GMR ヘッドなどに代表される、IBM の技術の使用権を得て、同社の生産設備にもアクセスしていた。ウェスタンデジタルは、日立 GST 買収を通じ、かつて支援を仰いだ先の IBM から受け継がれてきた、H のすべてをもその手に収めることとなったのである。2011年5月30日、欧州連合、 EU の欧州委員会 EC がウェスタンデジタルへの売却について徹底的な調査を開始すると発表した。この調査は本案件のほかにハンサムスン電子が所有する HDD 事業をベーシーゲートテクノロジーに売却する案件についても実施された。これら一連の調査によりウェスタンデジタルへの売却時期は 当初予定されていた2011年9月から同年10月から12月期にずれ込むとされていたが、さらに2012年3月までに完了する、見込みとさにずれ込む見通しであることが発表された。また、ウェスタンデジタルの事業規模拡大に伴って予想される3.5インチ、HDD の市場化線化の懸念から、ウェスタンデジタルは、各国の独禁当局より設備の一部を売却する。 よう求められていた。これに対し、ウェスタンデジタルは、本買収案件の完了を前提に、自身の保有するコンシューマー向け HDD の製造設備の一部、及び同 HDD 製品群に関わる、私的財産、並びにニアライン、エンタープライズ向け HDD の製造設備の一部を、東芝エ上とした上で、東芝より、東芝ストレージデバイス、大社を取得する取引を行った。 HDD 事業においてはもっぱら2.5インチ以下およびエンタープライズ用3.5インチの製品を取り扱ってきた東芝はこの取引によってクライアントコンシューマー用3.5インチ製品の新たなサプライヤーとなり世界の HDD 市場のすべてに進出する足がかりを整えた。最終的に日立 GST の売却は同年3月8日に完了し 日立グローバルストレージテクノロジーズ、インクから HGST、インクに称号を変更。日本法人においても日本時間の同年5月7日、株式会社日立グローバルストレージテクノロジーズから株式会社 HGST ジャパンに称号を変更し、新会社として再スタートを切った。ウェスタンデジタルは、 日立 GST の買収に伴って取得した 1TB プラッタの3.5インチ HDD の製造設備及びウェスタンデジタルの試験設備や知的財産の一部を東芝に譲渡した。HGST は設備譲渡まではそれを用いて製品を生産し、 上渡後も引き続き残存設備、一例として 500GB プラッタ及び 667GB プラッタの3.5インチ HDD 製造設備で生産していた。なお、ウェスタンデジタルが東芝から取得した東芝ストレージデバイス、大社の処遇について、現段階で決定した事実はないが、同社の人員は、ウェスタンデジタルのイにおける生産拠点に統合されるものと見られている。 2018年3月15日のウェスタンデジタルの企業ブログにおいて、HGST ブランドのドライブ製品を随時、ウェスタンデジタルブランドに移管していく方針を表明、HGST ブランドの消滅が示唆された。その後、同年11月末をもって、HGST の公式サイトは閉鎖され、ウェスタンデジタルのサイトへのリダイレクトがされるようになった。 IBM 時代の商標を引き続き使用している。経営主体は日立製作所であったが、事業主体、ハードディスクの開発、製造、販売等は IBM のものを受け継いでいた。日系メーカーであったにもかかわらず、公式ウェブサイトで発信される内容は日本語版に、比べ英語版の方がずっと充実していた。なおエスタンデジタルによる完全子会社化に伴い、 すでに一部業務がウェスタンデジタルに統合されている。IBM のマーケットを引き継いだため、海外での販売シェアが大きいが、日本においては特に OEM 顧客向けの製品で高いシェアを獲得している。サーバー PC、PC 周辺機器、外付け HDD 等、PVR、パーソナルビデオレコーダー STB、セットトップボックス、 録画機能付けハイビジョンテレビ及びそれに付随するリムーバブルメディア、例アイボードはカートリッジ、HDD 内蔵ゲームマシン、通信カラオケ機器等の各業種製品に組み込まれ消費者、ユーザーの手に渡っている。個人顧客向けの販売形式には2パターンあり、RMA 製造会社による交換保証がないバルクパッケージ版製品と、ひたちロゴ入りの化粧箱に梱包され、 RMA3 年間保証が付加されたリテイパッケージ版製品とがある。かつてリテールパッケージ版の販売は海外市場だけで日本市場ではバルクパッケージ版しか手に入らなかったが2010年7月に日本市場においてもリテールパッケージ版が発売された。バルクパッケージ版とリテールパッケージ版では型版の名称ルールが異なる。2009年 Google が使用しているサーバーの内部写真が公開され、日立 GST の HDD を使用していることが分かった。2011年12月、業界で初めて 4TB、t ト（テラは1兆以下、TB の記憶容量を持つ3.5インチ内蔵ドライブ、デスクスター 5K4000、および、同製品を採用した外付けドライブ、Trodesk、ロデスク、d e デスクプロを発表。 2012年5月15日、2.5インチ、シナマスターシリーズ3製品を発表。7200回転、7mmZ ハイト、500GB 円盤1枚構成の製品は、業界初となる。2012年5月30日、iBoDo は規格に準拠したカートリッジ型 HDD の新製品、1000、記憶容量 1TB、サフヤ対応、 IP1000、記憶容量 1TB、サフィア非対応を発表。また、IP1000 が1台付属する、USB 対応アダプター、IP1000Z1、バスパワー駆動対応、同4連装 USB 対応アダプター、IP1000X4、バスパワー駆動非対応も、同時発表された。アイボードはカートリッジは長らくその記憶容量が 500GB で、頭打ちとなっており、 2010年中に 1TB に到達するとしていたかつてのロードマップから遅れること2年、ようやく製品発表にこぎつけた。本製品群の発売によって、日立製、ハイビジョンテレビ U や IO データ製リクバックスのユーザーの利便性向上も期待される。2012年6月7日、平成24年度全国発明表彰において、垂直時期記録媒体の発明が、 内閣総理大臣発明賞を授与されたことを発表。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。